ナチル編第22回始まります。やあ、おかえり高齢党ちゃん。毎度脈絡なく呼び出して悪いね。あっち、あっち。ナチル、さまよえる魂が戻ってきたぞ。さあ、何があったか話せ。なるほどな。迷宮内はお前とそのツェツィリアという魔女の過去の記憶で溢れているわけか。あの人、やっぱり悪い人には見えないよ。悪かどうかなど些細なこと。向こうから見れば我々こそ邪魔者であり、敵対すべき相手であろう。ねえ、アルムーンに行ったこの力、私って一体何なの？さあな。それに、それは今ここですべき話ではない。知るべき時が来たらおのずと分かろう。なんだよそれ。これは私のことだぞ。私には知る権利がある。お前にそんな権利などないわ。うぬぼれるな小娘が。一人で育ち、一人で生きてきたとでも思っておるのか。ああ、そうか、今分かったよ。あんたら、私のこと最初から知ってたんでしょ。そうだね。ターンオーバーを止めるため、すなわちアルムーンを滅ぼすため、君の力が必要だってことには気づいてた。でも良いキッド。こやつにあるのは、持つ者として今この目の前の事態を収拾する責任だけじゃ。勝手ばかり言いやがって。それに、それに、そんなこと言っても私にはどれだけ時間があるかわからないってのに。ねえ、私にも死の予言が出てるんじゃないの？さまよえる魂と深い関わりを持つ人間の行く末は正直よく見えぬ。これは本当じゃ。主の病状がどの程度悪化するものなのか、わしにも正直わからんよ。だが今は、今はさまよえる魂と共にその責務を全うしてくれ。善行が報われるとも、悪行が裁かれるとも限らないこの世界。この世界は理不尽で満ちているの。でもあなたは心配しなくていいのよ。あらゆる出来事に必然はなく、そこにあるのはただただ運命だけだけれど。あなたの運命は私が守ってみせる。だから元気に出てきてね、私の可愛い。哲也、久しぶりに湖でも見に行かないかい？ええ、行く、行くわ。でも、お酒は持っていかないでね。ああ、今日は飲んでないよ。こうやって一緒に出かけるのは久しぶりですね。そうだな。ほら、テオ、大丈夫かい？はい。リスト、これから生まれるこの子のためにも私たちちゃんとやり直せないかしら。そうだな。だったら子供の名前も考えないといけないな。女の子なんだ。ええ、そう、この子は女の子。名前は君が決めたらいい。そうね。とかどうかしら。古い友の名、心強き者だった。ああ、いい名前だ。きっと。リスト、ボートに水が、穴が開いてるんだわ。塞がないと。ダメ、早すぎる。そうだな。リスト、ここから岸まで泳ぐこの広さの湖を、
私には無理だ。だけど、ダメ、力が抜ける。この湖の大きさではとても入れない。リスト、何とかしなきゃ。このままじゃ。ああ、そうだな。ゼツィ、もう終わりにしよう。この煉獄はいつまで続く？いつになったら許してくれる？もう、僕を解放してくれ。リスト、あなた、記憶が…セチーリア、おい、セチーリア。よかった。大丈夫かね？ここは君たちが溺れていたのをうちのメイドが見つけたんだ。ビストは？中にビスト君が来て全ての絵を塗りつぶすと出て行ったらしくてね。で、それを探していたら君を見つけたわけだ。ビストが？まあそうだ。だがなぜ自分の作品にこんなことをしたのか皆目見当がつかない。さ、おしゃべりはこのくらいにして、君はもう少し寝ていなさい。まだ起き上がるには早いよ。君さえ生きていればまだやり直せるんだ。こんなに真っ白にしちまってさ。芸術家ってのは変わった連中が多いらしいけど、まさか屋敷中の絵を白く塗りつぶすなんてね。そんなことより表の黒猫の死体なんとかしてくださいよ。私ああいうの触れなくて。旦那様に蹴られて死んだ猫ね。いい加減慣れな。いつも言われているだろう、子供と動物は美術品の敵だって。でも猫を殺すなんて信じられませんよ。メイドのくせにだらしがないね。もう外も暗いし明日やっといてあげるよ。まったく近頃の若い子は。女に興味ないと思っていたらあんなおばさんを狙うなんてね。変わり者だとは思っていたけど、ここまでとは。でもさ、あの芸術家に奥さんとの関係をほのめかしたらしいじゃない。そのせいで旦那はだんだんおかしくなっていったらしいよ。かわいそうに。奥さんもたまったもんじゃないわよね。旦那は泥酔していて溺死、自分は溺れて堕胎なんてさ。そうよ、その時なんて反響欄で暴れて大変だったんだから。結局10日近くは地下の座敷牢、その間は叫び声で夜も眠れなかったわ。葬儀もままならなかったみたいだしね。あ、でもこの間森の墓場にいるのを見たのよ。なんか気味が悪いというか。今はだいぶ落ち着いたみたいだけど、いつおかしくなっても不思議じゃないでしょう。
確かにこのアパルトマンを売ったら借金は返せるだろうが、こいつを手放したら収入が減っちゃうんじゃないのかい？そうですが、これ以上借金が膨らむ前に清算しておきたいんです。この際だから店を売ったらどうだい？おじさんは売ってもいいって言ってるんだろう？ええ、でもお店の方だけじゃどうせ借金は完済できませんし、曽祖父の代からの店ですし。でもお客さんいないじゃない。ご近所の依頼をいくら引き受けても大したお金にはならないでしょ。おじさんも頑固だな。これからは薬代の他に学費だってかかるし、ここは売らない方が定期的な収入もあっていいんじゃないかい？それにこう言っちゃなんだけど、あんた器量悪いんだから女の稼げる仕事はできないよ。ええ、でも工場の仕事ならなんとか雇ってもらえるんで。それに借金取りが来たらナチルが怖がりますし。もうこの話はこれで。そうかい、あんたがそう言うならいいけどさ。じゃあちょっと書類取ってくるよ。ああ、コルベールさん、先日のお見合いはどうだったね？ええ、やっぱりダメだったかい？はい、とても良い方でしたけど、お断りされました。おじさんも年だし、早く安心させてやりたいんだろうけど、なかなか難しいもんだね。いえ、父はもう諦めてるんです。諦められないのは私の方で、子供が好きなのですが、きっとお相手にもそういうところを見透かされているんだと思います。まったく難儀だね。ええ、もういいわ。行ってちょうだい。はい、奥様。それでは失礼します。おお、セツエリア、もう心配しなくていいからね。ええ、それで賊には何を？今、盗まれたものを調べているが、貴賓26点とお前が作ったもの、すべて無事だったよ。まあ、不幸中の幸いだ。そうですか、それは何よりで。ああ、貴賓の収集にかけた時間と金を考えれば、その他の宝飾品などたかが知れている。ですが警備は強化する必要がありそうですね。次はあなたのコレクションが。貴品が盗まれても不思議じゃありません。それはならん、ならんぞ。ええ、私も何か考えてみましょう。お前、確かに自由にしていいとは言ったが、キテレツな模様は一体。ガレリア宮を巨大なギャラリーとすべく、魔力のこもった紋章を彫り込みました。これは魔力を吸引し閉じ込める特殊な結界。魔力の薄いこの世界でも、これによってここに強力な魔力場ができましょう。ん？それはギャラリーと何か関係があるのか？ええ、もちろんです。これは対策の第一歩。次はこの魔力場を利用して。だがメイドを全て解雇するとは一体どういうことだ？こちらへ。なんだか屋敷の中の空気が変わったような気がするが。ええ、今はまだわずかですが、屋敷内の魔力が高まっています。ガレリア宮の内部には緩やかにではありますが、時間の経過とともに強い魔力場が生まれるでしょう。そしてその魔力場を利用して、ここからさらに地下、そこに巨大なギャラリーを作ります。門外不出の美術品を集めたあなただけの秘密のギャラリー。いや、巨大で果てなき不可侵の大迷宮を。この地下室のさらに地下、そこにそのようなものが作れるというのか。
特殊結界によって地下に集めた魔力を使い、そこから先はあなたが好きなように広げればいいのです。なるほど。だが自ら削岩するわけではあるまい。それに妊婦を雇えば秘密の迷宮の意味がなくなる。どうするつもりだ。ええ、おっしゃる通り。そのための地下を広げるためのしもべ、ガレリア単独稼働造成魔法生物を用意しました。ガレリア単独稼働、なんだねそれは。地下でしか活動はできませんが、マナの力で動くマナニアであり、自己修復自己増殖する永遠の働き手です。あなたの意志を読み取り、思うがままに地下を造成してくれるでしょう。古代の巨大墳墓のような迷宮を自由に作れるというのか。それはそれで面白そうではあるが、にわかにはな。ご心配ごもっともです。ガレリア宮に魔力を集めようとも、それだけでは迷宮を維持することはできません。ではどうする。その前に、あなたは貴品をどのようなものとお考えで。私が思うに、貴品とは人間の魂のかけらであり、そのものが生きた証だ。語りかければその問いに答え、耳を澄ませば人生を雄弁に語る。だからこそ私は貴品に魅せられ、世界中から金に糸目もつけず収集しておう。そうです。そのような不可思議な力を持つ貴品だからこそ、不安定な魔法の迷宮が維持できる。地下に隠した貴品はそのまま地下の維持に必要な35の柱となりましょう。35の貴品はいわば魂の一柱。ただそこは地下に造成された特殊な魔法空間。出入りには私が作ったこのワードローブを使う必要があります。これは現世と異界をつなぐ扉。普通の人間がこれを使えばマナの濃度差によって圧死するでしょう。圧死だと。ええ、ただあくまで今のままだとですが、マナの満ちた地下に行くには強靭な肉体が必要になるということです。強靭な肉体ですが、強靭な肉体を手に入れるにはそれなりの代償が必要となります。これは悪魔との契約。あなたにはその覚悟が終わりで。誰に向かって言っているゼツィリア。私がそのようなものを恐れると思っているのか。貴品を手放すくらいなら悪魔に魂を売ることなどやぶさかではないよ。あなたは私のことも貴品同様のコレクションとお考えでしょう。これは手厳しい。お前のことは愛しているよ。10年前に出会った時から。何よ。さすがに丈夫ですね。お前。これは。何のつもりだ。事と次第によってはお前であっても許さんぞ。許さないですって。ビストにあらぬことを吹き込んだこと、私が気がついていないとでも。何を言っている。その復讐として私を殺す気だったということか。殺そうと思えばいつでも殺せました。むしろ逆です。殺しはしない。いや、
決して死なせはしない、永遠に。あなたは新たな肉体で生まれ変わるのです。地下でも生きられる強靭な肉体に。生まれ変わる。だと、さっきから何を言っている。気品に詳しいあなたにふさわしい姿へ生まれ変わり、地下迷宮の王となるのです。永遠に墓地を作り続け守護する愚かな王とね。ご心配なさらず、地上にはあなたの代わりとなる墓守をつけましょう。愚かな男二人、仲良く我が子の墓標を守るのです、永遠に。子供の墓。さあ、ここでの全ては忘れなさい。全てを忘れ、愚かな夢を抱いたまま迷宮を作り続けるのです。考えうる限り難攻不落の地下迷宮を永遠に。悪じゃ。ようやく終わった。安らかに、とこしえに。今日もいい天気。まさか私が子供を授かることになるなんて。明日は満月。体内調べの術試してみましょうか。だがあの日々は。あなたの運命は私が守ってみせる。だから元気に出てきてね、私の可愛い。帰りはしない。私はダメだ。この孤独に耐えて生き続けるなど耐えられはしない。耐えられるはずなどなかったんだ。私は弱い。こんなことなら。ねえ、おじいちゃん死んじゃったの？そうだよ。悲しいね。お母さん、泣かないで。大丈夫。お母さんにはナチルがついてるから。ごめんね。なっちゃんも悲しいのに。お母さんが泣いてちゃダメだよね。なっちゃん、今日は何か食べたいものある？ううん、なんでもいいよ。ナチルなんでも好きだもん。それじゃあ今日はこのままお外でご飯食べようか。レストランよ。うん。あ、ナチル。ん？なっちゃんのお友達。いつもなっちゃんと仲良くしてくれてありがとう。これからもよろしくね。ブスのナチル、ブスナチル。ん？ブスって何？ブスってのはお前の母ちゃんみたいな顔だよ。ドブスじゃん。知ってるか？子供の顔は親に似るんだぞ。お前も大人になったらあんな化け物みたいになるんだ。なっちゃん、どうしたの？電気もつけずに。どうしたの？こっちにいらっしゃい。ねえ、お母さんってブスなの？え？私もお母さんみたいになるの？
みんながそういうの毎日学校で言われるの。毎日大丈夫、なっちゃんは大丈夫なの。美人だし、もっともっと美人になるわ。でも子供は親に似るってみんな言うんだもん。私お母さんみたいな顔にはなりたくない。ごめんね。あ、私ご飯の用意しなくちゃ。おじいちゃん、また金の卵の話して。おや、ナチルはあの話が好きかい。うん、鶏さんはかわいそうだけど、ナチルは卵好きだもん。そうだな、毎日卵を産んでくれる鶏は大事にしないとな。よし、じゃあ掃除が終わったら話してあげよう。それじゃ、おじいちゃん、ナチルお掃除手伝おうね。そうかい、そうかい。お前が手伝ってくれたらピカピカになるな。ナチルはこの店が好きかい？うん、ここの匂いとかおかしなものがいっぱいあるのも好き。お前もおかしなものが好きか。さすがじいちゃんの孫だ。でもここの匂いはほとんどじいちゃんのタバコの匂いだな。あとね、近所の人がありがとうって言うのも好きだよ。確かにな、物は売れなくても近所の人とは助け合わないとな。助け合うの？おじいちゃんがお願いされてるんでしょ。助けてあげてるんじゃないの？ナチル、人はね、自分だけで生きてるんじゃないんだ。どんなに始末が悪い人でもみんな見えない縁でつながっているんだよ。だからじいちゃんが助けているように見えても、実際に助けられているのはじいちゃんなのかもしれないのさ。ナチルにはまだ難しいかな。でもな、じいちゃんもお母さんもお前にはたくさん助けられてるんだぞ。本当？ああ、本当だと思う。だからお前ももう立派に人の役に立ってるんだよ。そっか。じゃあいろいろ覚えて、ナチルがこの店を継いでみんなを助けてあげるね。みんなが幸せになるようにするんだ。ああ、そうだな。なあナチル、お前お母さん好きかい？お？大好きだよ。おじいちゃんも好き。お前は本当に天使だな。じいちゃんも大好きだぞ。お前が毎日笑顔でいてくれることこそがじいちゃんたちにとっての金の卵みたいなもんなんだよ、ナチル。ねえコルベールさん、なっちゃん最近見かけないけど、学校にはちゃんと行っているのかい？ええ。おじさんが亡くなってからなんかちょっと暗くなったというか、変わったよね、なっちゃんさ。はい。学校の行き帰りも一人みたいだし。あ、お帰りなさい。お帰り、なっちゃん。拾われっ子のナチル、お前は橋の下で拾われたんだぞ。うちのママも言ってたんだ。なっちゃん、パンプルトンさんにご挨拶は？私、美人のお母さんだったらよかった。ねえなっちゃん、高等科の先生が今度一度学校においでって。行かないよ。でもなっちゃん綺麗だし、病気も落ち着いているなら少しはお外に。関係ないでしょ。それに見た目の話はしないでよ。ねえねえなっちゃん、ちょっとお話ししましょう。出てって。なっちゃん
といったところで今回は終了です。次回、対決内通者。それでは皆さん、お達者で。